どうもライパチです。最近やたらと徳さん絶好調なんですね。本当に腹立つくらい絶好調です。打率はもちろん最近長打も増えた徳さん、体も大きくなり構えも以前よりどっしりしたように見えます。33歳にしては動きが軽快、さらなる進化を目指しているらしい。というわけでその好調の秘訣を聞いてきました。はい、徳さん、はい、最近絶好調じゃないですか。やっぱあのプロテインと R1 の肉体改造効果なんですか。まあまあそれはでも確実にある。ああ間違いなく。ああ、けど、はい、あのそれ以外にもこうトレーニング量ちょっと増やしたり、そんな練習を増やしてんだけど、練習法その中で今一番やってるのが、はい、スーパースロー素振りと、はい、まあ、あとは、まあ、食改革じゃないけどさ、はい、ハイクオリティ自炊、それやってんの。いや、さらっと言われて何て言いました今。スーパースロー素振りと、うん、ハイクオリティ自炊、うん、どういうことですかそれ。スーパースロー素振りって何すか。前俺スロー素振りやったの覚えてる。あ、なんか特殊な素振り教えてくださいって言った時の。そう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 、はいはいはい、去年徳さんに素振りのいい練習方法を質問したところ、こちらのスロー素振りという練習法を教えてもらっておりました。それの超絶遅い版。さらに遅い。さらに遅い。これはすごいよ。何なんですかそれ。時間は1分、うん、1分かけてワンスイングしてる、はい、おう、これ大体ね、もう5本やったらね、はい、もう俺みたいなね、33歳はもうヘトヘト。たった5本でやばい。構えて、普通に振る時のスイングが、例えばまあ、3秒とか、はい、だとしたらそれを1分かけてやるんだよ。すごいよ、いくよ。何倍、はい、いくよ、はい、スーパーソロソブリな。はい、お願いします。あー、やっとバット振ってきた。なんだあの人。捉えた。捉えて、ああ。長いな。これをやるの、はい、俺の中でのね、その打撃の不調の印って、はい、打ちに行く時に前に突っ込む時なのよ。ほうほうほう。でグリップがこう出てきちゃったりっていう時がもう全然ダメ、うん、だからそれをあの少しでもね、はい、その不調の時期というか、それを狭めるためにこのスーパースロー素振りをやって、でこれってすごい下半身にくるし、でこう打ちに行く時とかってやっぱ体ねじるから、はい、こうツイストっていうの、あこう打ちに行く意識でやってるから、はいはい、だからすごい体幹にもくるし、やっぱね全身にね、やっぱすごいのよ。確かに一瞬で汗吹き出してます。打撃における必要な筋肉をむちゃくちゃ鍛えられるから、うん、すごくいいっていうことと、一つ一つやっぱ自分のフォームを確認できるんだよね、はいはいはい、グリップを残せるとか、はい、まあ、一回さ、なんかお前が勝手につけた割れ千人みたいな、あの時にさ、割れの練習させたでしょ、はい、こうやって、はい、まさに今のスーパースロー素振りも補えるっていうの、一つ、こうこうやってこっからめっちゃゆっくりでしょ、あ割れてる、この時にグッて割らなきゃいけないの、はいはいはい、っていうこととか、で打ちに行く時に前に突っ込んでたら多分こっちが耐えられなくて、はい、すぐスッてついちゃったりもするから、はいはい、そういう時に、あ、俺は今溜めれてないなとか、はい、軸足で待ててないなとか、はい、グリップ出ちゃってんなっていう確認作業でむちゃくちゃやってる。全部確認できる。全部確認できる。すげえ汗かいてます、ね、すごいんだよ、これ本当辛いんだよ。本当ですか。もう一度やってみ。まず普通にやってみ、はい、うん、そうだよね。
でそれをもう超絶ゆっくり超スーパースローで2倍速ぐらいしかなってないよ。そこからぐーっと足出して早い肩開いてる肩開いてる腰からそのままバット出してグリップ変な素振りしてるつらいだろこれつらいだろ、はい、これをやってるの、まあ、あとはね普通に筋トレとかさ、はい、やったりするけど、で最近ね、はい、それこそあのそういう、まあ、筋トレもさプロテインとか飲んでさ肉体改造や、はい、やーってさやっててさ、その影響かわかんないんだけど、はい、感覚がちょっとおかしくなったのよ一時。はい、どういうことですか。その自分が思ってる間と、はい、ピッチャーが来る間、今までのそのドンピシャのタイミングで打ちに行ってて、ドンピシャのタイミングで打ててたのに、スイングスピードが多分速くなったのか何なのか、ドンピシャで打てると思って打ちに行ったのが土砂切符でファウルだったとかさ、あったの。あ、思ってるよりじゃ出てきてる。そう、だから思ったよりもバーンって振ったら、来てなくて空振りとかも、はいはい、一時あったのよ、春先ぐらいかな。ああ、北区の時とか。そうですか。そうまさに北区の決勝のピッチャーめっちゃ速かったじゃん。いや、もう140超えて、超えてきててさ、でその感覚は自分の体の中にインプットされてるから、はい、その感覚っていうのは疑わないのよ基本、うんうん。だけど、大体ずれてもさ、芯があったらね、この辺とかね、ちょっと差し込まれたらね、俺多分打ったらここだったんだよ。ね、で、俺は最初に、あれ、俺いよいよ感覚おかしくなってきたかなって思ったんだけど、まあ、その時に兄貴とか、チームメイトが言ってたのは、お前、明らかにスイングが速くなってるって言ったの。で、そこから徐々にこう修正していかなきゃいけないんだけど、はい、その時にすごく役立ったのがこのスーパースロースルーで脳みそと体の動きを一致させるトレーニングでもあるから、これが一致してきた時にだいぶね、こういい感じで結果が出てくるようになってきたわ、うん。で、ところでもう一個、はい、さっき言ってたあのハイクオリティ実践って何ですか。気になる。もうスーパースロースルーはもう分かったんで疲れちゃうから。あ、そう、はい、じゃあちょっと今度見せてあげる。あ、ぜひ、うん。そして後日、そのうん、朝からしてるかこの前さ、はい、ハイクオリティ自炊食べたいって言ったろ。ああ、なんか言ってたやつ、ハイクオリティ自炊。そう、でそのハイクオリティ自炊も、はい、もういろんなことを調べて、はい、まあ、ネットにね、今情報死ぬほどあるから、アスリートの食事とかさ、はい、そういうの見て、はい、いいなって思ったものを作ってるわけ。それを今見てるんですか。そうそうそう、そう、ね、食育サイトとかね。あ、本当だ、うん、ちゃんと見てるんですね。見てる見てる。こうやってね、今ほんと便利なんだよ、目的別とかスポーツ別とか。ほうほう、すげえ。そう、献立とかね。へえ、こういうのを取ると、あ、もう全部なんか、そう、しかも朝食とかさ、細かに分かれてるんですね。本当にね、丁寧なの。こういうものを取ると、はい、ツナはカルシウムの吸収を高めてくれるビタミン D も含まれていますとかね。ほう、ああなるほどねとかいうのがあると、これをね、はい、料理をするときにさ、はい、こうそれをこう意識しながらできるわけ。ちゃんとやってるんですねお前料理しないの。全くしないです、ね6年ぐらい外食しかしない。マジかお前めっちゃウケんだそれ。これなんてもう最高に美味しそうでしょ。豆腐と納豆の冷や汁そうめん。そうっすか。絶対美味しいよこれ。和風スーパーかき氷とか、これ瞬発でガップするほんとか、めっちゃおもろいな、でもとかね、はい、やっていろいろ楽しみながら、はい、こうやっぱね、こうパンプアップして、はい、言ってる体大きくしてるわけ。なるほど。なんか食べてみる？俺決めたやつ。ぜひぜひ、なんか徳さんの得意なやつ。ああ、ああ、はい、ちょっと作ってください。お前にはもう本当に小分けの小皿しか分からないから。なんでいっぱいくださいです。何してるんですか？え？徳さん何してるんですか？調味料準備してる。豆だ。
いや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 、超豆。豆じゃないんだよ。まあ、料理したことないの本当に。え、ないっすよ。料理するんですか。するよ。もう一人暮らし歴長いからな。へー。松の実入り。はい。鶏味噌炒め。おお、なんだか。これやっぱ今筋トレした後だから、はい、しっかりタンパク質取ってやっていこうっていうね。はい、そういうことですよ。ハイクオリティ自炊なんですか、うん、これが。しかもプロテインもプロテインも飲みながらですか。好きあらばね。すさまじい。意識がもうすごいなやっぱり。なるべくね、うん、外食は控えるようにしてやって体作りに専念しているわけ。一人ですごいですね。正求人でさえもプロ、正求人プロですか。予想していくと。なるほどなるほど。そうですね。めっちゃいい味噌のいい香りがしてきました。そうでしょ。わあ。でもうこれ完全俺のオリジナル。はい。何ね、ごま油垂らす。ごま大丈夫ですか。これもう香り付けです。まあ、香りも大事ですね。そうそう、料理はね。これだとちょっとね、ちょっとだけ、はい、水分飛ばしていきます。なるほど。いや素晴らしい。これであともう皿にあげて、はい、このアーモンドさったらもう出来上がり。おお、めちゃもう時短ですねこれ。そうだよ。お醤油多分10分かかるんだろうね。はいはい。でこんだけ美味しそうな栄養価高いものを取れるようになると、わあ素晴らしい。どういうこと。これがあのハイクオリティ実践。ハイクオリティ。ハイクどこが。ハイクハイクオリティさは。どこがハイクオリティなんだろうねこれは。完成。おお。でん。鶏肉からね。どうですか。うまい。なんか人に食われるのってやっぱ緊張するよね。そうそう。いただきます。いつも自分でしか食ってないからさ。まず、うん、うん、どう。まあ、うまい。まあね、こうやってね、あの時にはね、料理実は失敗することもあるのよ、うん、あのホームページ見てね、はい、作るからさ。でも今日は大成功。なるほど。大成功。はい、まあまあまあ伸びた。でも美味しいですからね、まあ、こういうことをしながら、うん、あの肉体改造とかね、はい、体調維持、ね、健康管理、うん、そういうところもやってます、我々。なるほど。まあそういったことでね、これからも、うん、我々、ね、はい、さん TV は肉体改造、はい、もうトレーニング、頑張ってよっしゃ行くぞ、はい、ということでね、いいね。はい。よし。やっていきましょう。うん。ああ。うまい。もう俺のも残しとけよ。